各体源は、台湾の台南市出身の元プロ野球選手、監督、コーチ。現役時代の愛称は、オリエンタルエクスプレス、オリエントエクスプレス。台南市の農家で兄、姉それぞれ3人ずつの7人兄弟の末っ子として生まれる。小学校5年生の時に野球を始め、クラブが全寮制だったため、親元を離れた。野球を始めた当初はショートを守っていたが、 台南町営中から朝栄高等中学に進み、2年生の時に監督から強権を見込まれて投手に転校した。また、この頃初めて車を見に来たプロのスカウトが、西ブライオンズの関係者だったという。ただし、核は兄の義巧が台湾のノンプロで、ショートからピッチャーに転校して肩を壊して苦しんでいた、ところを見ていたことから投手に転校することを、 勧められた時は断固として拒絶していた。高校卒業後は合作金庫に入り、1982年には中華民国陸軍野球部に入隊。同年の第27回アイブフワールドカップでチャイニーズ台北代表として活躍し、各国のスカウトの注目を集める。 ロサンゼルスオリンピックのアジア予選も兼ねて実施された1983年のアジア野球選手権大会ではチャイニーズタイペイ、日本、韓国の3カ国同時優勝に貢献。さらに、日本とのロサンゼルスオリンピック代表決定戦では池田千佳沖との投げ合いを9回に案内致死級の完封作用なら勝ちで制し、出場権獲得の立役者となった。一時は、 MLB のカージナルスやメッツ、ドジャース、ブルージェイズ、NPB の巨人や西武、中日、ヤクルト、太陽などが獲得を検討するほどだった。1984年のロサンゼルスオリンピックにもチャイニーズタイペイ代表として参加し、この頃には入団先は巨人と西武に絞られていた。予選リーグの対アメリカ戦では、 最速時速158キロメートルを投げたと報じられ、108球を投げて12奪三振で完投するも、7回に、ジョン・マーザの二本塁打を打たれて2失点で敗れている。準決勝の対日本戦では1回に、広沢勝美の打球が、右すねを直撃する不運があり、4回に、3を投げて6安打、1失点で降板し、チームも、延長の末1対2で敗れた。 最終的に台湾は、銅メダルを獲得し、各自身は契約金8000万円で西部への入団が決まった。プロ1年目の1985年は、自主トレの投球練習から広岡達郎監督や、宮田幸則投手コーチの高い評価を受けた。その後も、広岡のキャンプに耐え、初登板となった4月10日の対近鉄戦で、いきなり関東勝利を挙げる。これで、 プロで投げていく自信がつき、4月は三冠島で2勝0。はい。防御率は0.32という高成績で、月間 MVP を受賞。5月は5試合に登板して3勝を挙げたものの、18日の阪急戦では6回途中7失点、28日の南海戦では7回5失点で連続越されて、敗戦投手となっている。 しかし、6月4日の対日本ハム戦では1978年の今井雄太郎以来となるノーヒットノーランを達成。これで新人王の争いにも加わったが、同年はシーズン途中で肩を痛めたため離脱。当番15試合にとどまったが、最終的には急勝を挙げた。なお、新人王は規定打席にも達した半球ブレイブスの熊野テルミツが、 獲得した。2年目の1986年は、キャンプ終盤まで肩痛が残っており、肩を心配した、新監督の森正明の方針で開幕から抑えに、回り、16セーブを記録。9月頃からは、先発に戻り、同年の日本シリーズでは、第3戦の先発でシリーズ初登板を経験し、4回、2、3を投げ4失点で、敗戦投手となった。 第7戦では先発、松沼博久が本塁打を打たれた6回途中の場面から9円で3回1、3を投げ、シリーズ初セーブを挙げている。1987年は先発ローテーションに定着し、自身初の2桁勝利となる13勝を挙げる。片つで一時チームを離れたが、同年の日本シリーズ第3戦では、 江川すぐるとの投手戦を一失点の関東で制し、シリーズ初勝利を挙げた。子供の頃から台湾のヒーローだった大貞治監督率いる巨人が相手だったため、喜びが倍増したという。オフには森井茂和と共に台湾で漢方薬や温泉、運動療法などによる肩のケアを行った。1988年は、 シーズン初先発の4月10日の対南海戦で8回を投げて12安打、6失点の内容ながら9点の援護をもらって、勝利を挙げると、そのまま6月25日の対ロッテ戦まで12試合に、先発して10勝0敗というコースタートを切った。この間、5月21日には、対日本ハム戦で、西崎幸宏と投げ合い、 187球を投げて、延長12回を完投し引き分けに持ち込んでいる。また6月にはすべて完投で4勝を挙げ、防御率1.25で2度目の月間 MVP に選ばれている。シーズン前半は、最多勝ち争いを独走し、オールスターゲームでは同年セリーグでブレイクした、リオ・アキラ・賜物との台湾人対決が期待されたが、7月8日の、 タイマン戦で延長11回を完投して負けた直後に比日を訴えてオールスターには推薦されなかった。オールスター後の8月4日の対近鉄戦では1、失点で完投勝利を挙げたが8月11日に比日のため登録を抹消され最終的に前年と同じ13勝となり発タイトルとなる最高勝率を獲得している。 同年の日本シリーズでは、第2戦に先発し、7回まで3失点に抑えるも8回に4点を失い敗戦投手となった。この試合では7回から各源氏が登板し、台湾人同士の投げ合いが実現している。1990年、川崎球場にて1989年は、引退した東を治に代わるエースとしての活躍が期待され、 自己最多となる26試合に先発し198回、1、3を投げて、リーグ3位の防御率3.27となった。なお、6月7日の対ロッテ戦では初めて総勝夫との先発対決が実現し、0対1で敗れている。同年は、自身最低の10敗となったが、チームトップの防御率が評価されて10%増の、 年俸6,600万円で契約を公開している。翌1990年は初めてオールスターゲームに出場し、第一戦で1イニングを投げて、パリーグの完封リレーの一翼を担っている。同年は、肘や肩の故障で4年ぶりに規定投球回を割り込んだが、18試合で9勝を挙げた。日本シリーズでは、第4戦に先発して6回を3失点に抑え、 3年ぶりにシリーズでの勝利を挙げている。1991年のキャンプでは、同じ投手のレーモンド・ヤングが競争相手となったが、5月5日の対近鉄戦では、シーズンベストの投球内容で1失点完投。オールスター前には5連敗するも、同期間の調整がこを奏して7月30日の対ロッテ戦から9月28日の対オリックス戦まで。 パリーグ歴代2位となる9連続関東勝利を記録した。この間の8月、9月はいずれも無敗の4関東勝利、防御率もそれぞれ2.00、1.00という好成績を収めて2ヶ月連続で月間 MVP を受賞し、渡辺富雄役ミ君康の一時離脱を十分カバーしている。また同年は優勝を争った近鉄に対して、 防御率0.78で7勝1敗と高騰して優勝の原動力となり MVP やベストナインに輝いた。一方、同年の日本シリーズでは肘の疲労もあって第2戦では4回1、3を投げて4失点で敗れている。第6戦では5回を1失点に抑え傾投した石井武博が勝利投手となった。 1992年は7月12日の対近鉄戦で腰痛を訴えて途中降板しこれを理由にオールスターゲームを直前で辞退したこれについて他球団から下病の疑いを指摘されて物議を醸し球団側が自主的に後半戦開始直後の10試合をベンチから外しているシーズン終盤の8月21日の対 オリックス戦から9月8日の対日本ハム戦までパリーグ対記録となる3試合連続完封勝利を挙げるなど同年は14勝を挙げたこの年は2年連続となるゴールデングラブ賞を受賞している同年の日本シリーズでは第2戦に先発しジャック・ハウエルの打球を手に受けて降板するまでの6回1、3を無失点に抑えて勝利投手となっている オフには3000万円増の年俸1億3000万円で契約を公開した。1993年は3年ぶりに2桁勝利に届かず8勝8敗に終わる。同年の日本シリーズでは第2戦に先発するも2回0、3で8安打4失点と打ち込まれて敗れたが、第6戦の先発では6回を3安打無失点に抑える口頭で勝利投手となっている。 またオフには、台湾人女優の長兄姿と結婚し、これを契機に、蝶は、女優業を引退した。1994年は、開幕から打ち込まれる試合が続くも、打線の援護に恵まれ、開幕9連勝を飾る。5月17日の対日本ハム戦で完封で、通算101勝目を挙げ、外国人選手として、NPB の通算最多勝利記録を更新した。 シーズンでは9連勝は挙げたが先発での、投球内容は悪く8月には4連敗を記録し、9月には、石井武弘と共に先発ローテーションから、外れリリーフに回る。先発時同様に勝運に恵まれリリーフでは、自責点わずか1だったこともあり6試合に登板し4勝。0敗防御率0.71と好成績を収め、リーグ優勝に貢献。 規定投球回に達した投手の中で、リーグ最低の防御率4.98ながら、13勝5敗で、自身2度目となる、最高勝率のタイトルを獲得。同年の日本シリーズでは、第4戦に先発し、2回に3を5安打に失点の内容で降板した。1995年は、前年とは逆に高騰しても、打線の援護に恵まれない試合が続いた。 それでも、イラブ・ヒデキと最優秀防御率のタイトルを最後まで争ったが、シーズン終盤に、右手首を痛めてイラブと0.01差の防御率2.54で惜しくもタイトルを逃している。この手首の故障が大きな原因となり、翌1996年は0勝6敗に終わった。なお、同年オフには、外国人選手として、初めて FA 権を取得。 規定により翌年からは外国人枠から外れることとなった。しかし1997年も復活することはなく、9月に現役引退を表明。西部球場最終戦となる10月5日の対大英戦の先発が引退当番となり、長年チームメイトでもあった秋山浩二が大英の一番打者として出場し、すべて直球を投げて中飛に打ち取った。なお、 この試合では、秋山の打席を終えると、同じく引退する、香取義隆に交代した。その後は、台湾大連盟からの要請もあり、台湾に帰国し、技術顧問として、渡辺久信を台湾に呼び寄せるなどの活動を経て、2004年から2005年に、かけては、中華職房誠対小ぶらずの監督を務めた。2007年2月16日に、 台湾代表監督に就任して、翌年の北京五輪に出場を目指したが、予選となるアジア野球選手権で日本、韓国に敗れ3位に終わり、出場権を逃した。その責任を取り12月14日に台湾代表監督を辞任し、後任には高一中が就任している。2009年には、同年の第2回 WBC、 チャイニーズ台北代表の投手コーチを務めた。2010年の第5回世界大学野球選手権ではチャイニーズ台北代表の投手コーチを務めている。2013年からは福岡ソフトバンクホークスの一軍投手コーチに就任。同年は先発のチーム防御率がリーグアースト2位の4.14と低迷した。2014年は一軍投手コーチを担当し、 11月5日に今季限りで対談することが発表された。同年11月11日に統一セブンイレブン、ライオンズの一軍ヘッド検討士コーチに就任することが発表された。2015年6月29日に 2015WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表監督を務めた。同年オフに統一セブンイレブン、ライオンズの一軍、 監督就任2016年開幕前の1月29日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北イイのチャイニーズ台北イイ代表コーチを務め9月30日に2017ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北イイ代表監督に選出されたことが発表された 同年オフに、成績不振で統一セブンイレブンライオンズの1、軍艦特辞任を表明し、12月30日に、富国ガーディアンズが顧問として迎えることが分かった。投球フォームは、スリークォーター。オリエンタルエクスプレスという通称の由来となった、最速時速158キロメートルの速球に加え、キレの良い高速スライダー、シュートを駆使した。 ロサンゼルスオリンピックにおいて各との対戦経験を持つ広沢勝美は当時の速球は2007年頃の藤川球児にも劣らない正田構造は今までに見たことのないものでした綺麗な回転で低めにズドンとくるとそれぞれ評している一方でレロン・リート福本豊は各のストレートはシュート回転にしていると述べている 各自身は若い時からシュートを一番の武器と考え、シュートの調子が悪い時にはスライダーを大投げした。スライダーはカットボールのような軌道で、球速を落とさずに真横に変化して常に低めに決まり、三振を取るのに非常に有効だったという。白井和幸は各のスライダーの軌道についてベース一個分曲がると述べている。各自身困った時はシュートだった。 それがあったから、スライダーが生きたと思うんですと述べている。スライダーは、伊藤つむにとって、西部の全投手の中で、最も印象に残ったほどの変化球で、各はこの球のサインに首を振ったことが全くなかったと、いい、調子がいい時なら、ほとんどミットを動かさなくていい。高めに浮くこともないし、受けていて、これほど楽で、楽しい投手はいなかったですねと振り返っている。 制球力は、西武黄金期の投手陣の中でも1.2を争うほどの良さと言われた。伊藤は、各の制球力について、ボールが絶対に高めに来ない。低めの球は血を張ってくるような感じで垂れずに、逆にホップしてくるといい、コンディション問わず、ストライクが取れたが、良くない時は甘いところに入って打たれることがあったため、ストライクを投げすぎるな。と言って、あえてボール球を、 大投げさせてかわすピッチングを心がけてリードしていたが、各の場合ボール球を意識的に投げさせても、決してそこから自滅することはなかったと振り返っている。1988年には、球が見やすく、速球主体の投手が不利とされた、デーゲームで連勝を重ねるなど、来日3年目の1987年頃から、変化球をうまく使う投球スタイルを確立した。 逆に変化するシュートを持つために、打者はスライダーに対して踏み込みにくくなり、これに加えて、カーブや、フォークボールなどの緩い球も、有効に使っていた。核の後に、マウンドに上がった、カトリオシタカは、足場が全く惚れていないことに驚いたと、後年振り返っている。また伊藤によると、大舞台で本気になるけど、大抵は80%くらいの力で投げていたといい。 トマシの政治によると、一度、150キロを投げてみてよと、頼んだことがあったが、各は、150キロを投げなくても抑えられるから、無駄な力は使いたくないんだと言っていたという。一方で、高田茂は、走者がいる時といない時とではピッチングが、ガラッと変わりますね。ランナーがいる時は気合が違いますとし、一球たりとも、気を抜かないと述べている。福本豊と、 大石大二郎は、各のフィールディングについても高く評価している。大石は、センター前へ抜けそうな当たりでも飛びついて取ってしまうし、バント守備も、天下一品、十二球団一じゃないですかと評し、福本は、ショートでもやっていたらものすごいショートストップになっていただろうね。ピッチャーにしておくのがもったいないと述べている。1980年代。 日本球界で中4日もしくは5日の先発ローテーションが一般化していた中、各は村田長次と共に中6日ローテーションの先駆的な存在である。当時の主力投手としては珍しく200イニング以上投げた年がなく、故障の多さから痛い痛い病と揶揄されるほどであった。肩や肘の負担を抑えるため中6日もしくは5日での先発を基本とし、 当番翌日は軽く、汗を流し二日目もランニング程度、三日目はキャッチボールで4、五日目に80%程度の力で60から70球を投げ、六日目は汗を流す程度で翌日の当番に備えるという調整を行っていた。監督の森正明からは、うちの先発投手陣で言ったら、各体現が一番回復力がないと言われている。当時としては、 異例と言える、このスタンスに、批判の声が当時は少なからずあったが、現代野球では、主流となっている。伊藤によると、核は、西部球場に近い所沢に住んでいたが、核は大の酒好きであり、深酒することはなかったものの夜遅くまで飲んでいた、ことが多かったためその影響で、コンディションが良くないと感じることがあったという。伊藤つは初めて各の投球を受けたときに、 とにかく早い。最初に受けた時、こんな投手がいるのか、と衝撃を受けたといい、渡辺久信は、僕が一番、早い球を投げる。そう思っていたのは、各体現の球を見るまでと述べている。伊藤は2020年に行われたインタビューにおいて、久信や君安、石井とか、当時の西部には、いい投手はいっぱいいました。でも、やっぱり一番は、各体現です。 今の時代でも、おそらく、ナンバーワンになれるピッチャーだと思いますねと言い、この世界でやらせてもらっていて、いつもいいピッチャーと言われる人を彼と比較してみて、きました。同じくらい球の速い投手はいる。いいスライダーを投げる投手もいる。でも、やっぱり質が違う。比較できる投手はなかなかいないですねと評している。伊藤曰く、唯一角に近いと思えた投手が、 ダルビッシュ優だったといい、ダルビッシュがものすごくいい時に、やっぱり低めが血を張ってくるような球があった。そう考えると彼が一番似ている感じがしますと述べている。島田誠は、今まで対戦したピッチャーの中では最高ですねとし、1990年には、このまま大事に育った場合かなりの記録を残すと思うという見解を示している。山本浩二は、 核の頭の良さに言及し、心理学でも先行してたんじゃないかと思うぐらい、こちらの予想の裏を書いてきます。山の晴れないピッチャーですと表している。梨田正隆は、保守として、ああいうピッチャーをリードしてみたいですね。コントロールはいいし、球種は、たくさん持っているし、それに快速球と来てるから、リードしても面白いでしょうねとし、核が打たれた場合は、 キャッチャーのリードミスが原因になると述べている。高田シゲルは、コントロール、9位、頭の良さ、野球に取り組む姿勢は、江川卓よりも数段上と表し、クリスナイマンは、大リーグでも10勝くらい上げられるピッチャーです。あれだけのコントロールと、バラエティに富んだ変化球を持っていれば、十分大リーグでもやっていけますと述べている。 落合博光は1990年に受けたインタビューで、ストレートは江川卓の方が速く、カーブ、スライダー、チェンジアップが主体で、こうバッターにのしかかってくるような凄みというか迫力はないね。全然。まあ、いいピッチャーであることに違いはないけど、僕から見た各体験は、ただのピッチャーだね。その辺にいるピッチャーと同じようなごく普通のねとしつつも、 彼の頭はこれまで対戦したピッチャーの中ではナンバーワンだねと述べている。一方で1990年の時点で各に対して変化球投手あるいは変化球の投げすぎと評する関係者が多かった。稲尾和久はいいピッチャーだけど変化球の投げすぎだよ。若さがないよ。もっと自分を剥き出しにしたピッチングをすべきですと述べ。 落合は前述のコメントにも、彼は、号泣投手なんかじゃないよ。変化球ピッチャーだよと付け加えている。他にもレロンリーからは、変化球の投げすぎよ。あれじゃ何年も投げられないね。山本孝二からは、あんな変化球ばかり投げないでもっとビシビシ速いボールを投げればいいのにもったいないですよ。島田誠、完全な変化球ピッチャーですよ。 速い球を投げるぞ、投げるぞと思わせといて、変化球で打ち取ると評され、1985年の5月に一時的に、スランプに陥った際には、小滑走から、速球だけでは通用しないと、アドバイスされたことを受け、速球を見せ球にして、変化球でかわすピッチングを心がけていたが、速球で打者をねじ伏せる姿を期待していたファンから、超特急とは、 名ばかりと不満をあらわにされたこともあった。台湾にプロ野球がない時代から日本プロ野球で活躍した台湾人選手の講師として各源氏野草勝男とともに二角一層と並び、称された。通算117章は外国人投手としては歴代最多 NPB 全体でも歴代94位に当たる。体格的に日本人と差がなく、 プロ野球の経験もない状態で来日しており、またシーズン中の扱いは日本人同様であることなどから、台湾人選手にも外国人枠の規定を一律に適用することに対して配慮を願っていた。台湾大連盟の顧問時代には、投資コーチを求めて、東を治に相談して、渡辺久信を選手権人コーチとして招聘し、 石井武博の台湾球界入りも圧戦するなど、台湾球界の発展に大きく貢献した。また、虚名決、早春あがら、台湾人選手の日本球界入りをアシストしている。ありがとうございます。